ハッピー、まさか保健室に進みに行かないと話が進まないとはな。前回さ、こっちの選択肢選んでさ、そなたの方と戦いになったんやけどさ、そのままエンディングに持ってかれたからな。保健室というね、魔境に足を踏み入れないと先に進められないらしいですね。というわけでこっちの選択肢選びます。ああ、たまには保健室に進みに行くか。お茶の一杯でももらって早々に立ち去るかな。保健室とはそういう場所だ。ここ、朝門学園においてはな。そうだぞ、保健室なんかお茶を飲む以外に価値なんかないからな。ふと家庭科室を通りかかった時であった。無性に美味しそうな匂いがした。ん、なんか料理してんのか。あの先生、料理してんのか。失礼します。よろしかったら俺にも分けて。いや、でも分けてもらう気満々で入ってきたよ。いや、高崎、よく来たね。ああ、水月先生がおったんじゃ。ニヤニヤしながら怪しげな色の物体が入った鍋を煮込んでいた。失礼しました。ごゆっくり。ああ、嫌な予感がしてくるわ、これ。まあまあ。今できたところさ。実験台にされそうになってる。実験台にされそうになってる。何がすか、話してください。パワハラで訴えますよ。ほら、死のごの言わずに試食していきな。そう言って水月先生が出してくれた汁の色は明らかに毒の色をしていた。なんすかこれ、家庭科っていうか理科じゃないですかこれ。うーむ、怖っセーブしたか。するかバカ。さあどうしたんだい、遠慮はいらないよ。違います、命の危険感じてるんです。ああ、いや、その俺減量中なんで。言うが早く、俺は後ろ向きに全力疾走して振り切った。いかいかいか、危ない危ない。なんとかなん乗り切ったんじゃ。いや、あんま面白くなかった。あんま面白くなかったっていうかさ、なんか盛り上げにかけたな。あれあれ、選択肢選ぶ前に戻ってきちゃったよ。あー、おかしいな。そして、俺の体が試食する方を求めてるよー。あー、あかんあかん。絶対これ食ったらやばいやつやもんな。あーあ。あ、でも、俺の手がマウスを試食する方向に勝手に持っていってやがる。あー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 まあ、いくら水月先生とはいえ女性だ。女性の心づくしの手料理、箸をつけないのは失礼に当たるような。おっぱい大きいし、俺はもうそう自分自身を説得して、その毒色の汁を一口すすってみる。ん？うまいぞこれ。なんていうか、今まで飲んだことのない味だ。マジか。じゃあ、あの毒の色どうやって出してたんだ。俺はゴクゴクと飲み干す。すると、そこの方から見慣れた物体が姿を現した。これは。あの時の球根。ああ、それ使ってたんや。てか、使える、食えるまでに成長しとったんやな。そうさ、あの球根さ。短期間で増えすぎてどうしようかと思ったけど、私は気づいた。こいつは絶妙な味がするってな。へえ、食べれたんじゃ、あの球根。さすがは家庭科教師。でもどうやってわかったんですか？答えは簡単。ほれ。え、生の球根を投げてきた。俺はそれをキャッチする。え、まさか。かじってみな。やっぱり丸かじりしてみたんですか。チャレンジャーやな。ご飯のお供に最適だよ。水月先生、時々こういう野生的なところがあるんだよな。
一体どんな人生送ってきたんだか。アフリカで一人砂漠に生活しよったんかな。それにしてもこれは大発見さね。この球根、伝説の食材に違いないよ。だってこんなにもうまいんだし、これは売れる。私はこれで球根長者だよ。売る気なんやな。金儲けする気なんやな。なんか変なビジネス考えてるし。俺はそんな水月先生を呆然と見ていることしかできなかった。正確には水月先生のおっぱいだからな。終わった、水月おっぱい終わった。球根あんなに育ち方したんじゃ。へえ。金儲けするんじゃ。へえ。まあ俺が育てたけんさ、何割か俺に回してくれるんだろうなって思うやけどさ、どうしようかな。それでめっちゃ大金入ってきたら俺何に使おうかな。デュエルマスターのパック5カートンぐらい買おうかな。うん。放課後帰宅しようとした時のこと、廊下に一人夕日を浴びて佇む影を見つけた。その赤い髪はあいつだ、千里。千里だろうな。赤い髪、このゲームの赤い髪担当は千里だからな。カズ君、あれちょっとテンション低いか。千里はゆっくりこちらを振り返ると俺の目を見据える。そして妙なことを言った。カズ君は違う自分を見てみたくはないかしら。え、違う自分、どうした、パラレルワールドに一回行ってみたんか、行ってしまったんか。行ってみたら違う自分を見てしまって衝撃に煽られたか。その衝撃を俺にも伝えたいというのか。そう、この世界の隣には決して破れない次元の壁を隔てて非常に似た世界が存在する。いや、ほんまにパラレルワールドの話しちゃいましたけど、非常に似た平行世界ってやつか。って書いてパラレルワールド。ええ、そう思ってくれて構わないわ。その世界でもこの学校があって、カズ君や私がいるの。でもあくまでもそこは似て非なる世界。こっちの世界の私たちから見るとそれは風変わりな生活を送っているかもしれないわ。ああ、風変わりだ。俺の言葉に千里はうなずくと、もう一度同じことを口にした。カズ君、違う自分を見てみたくはないかしら。何が言いたいんだお前は、何が言いたいんだお前は。パラレルワールド見つけたんか。ふと自分の机の中に入、机の引き出しの中に入ってみたらパラレルワールドに繋がっていたみたいな、そんな感じの話なんかお前。なんで入ったんだよ、なんでその前に入ったんだよ。俺は選択してるんじゃ。こんなちょっとしたことで選択肢出るんじゃ。このゲーム見てみましょう。そこまで言うなら見てみましょう。カズ君、今日はノリがいいわね。そうですよ、昨日さ味付け海苔食ったんだよ。それがうまかったからね。俺とてそんな時もあるさ。なるほどね。で、その別の自分を見るにはどうしたらいいんだ。なんだ、青いタヌキがおるんか。方法も様々だけど一番手っ取り早いのはカズ君、私の目を見て。俺は千里の目をまっすぐに見る。恥ずかしいなあ。夕日を燃え受けて燃えるように真っ赤なその目。するとカズ君は眠くなる。不意に体のすべての力が抜ける。まるで背中の糸をすべて叩いた操り人形のように。マジでどこで覚えたんそんな技。千里、高崎くん起きなさいってば。わあ、委員長の声が聞こえる。委員長のパフパフボイスか。これは ASMR で作ってください。うん、俺はまだ眠い頭を必死に呼び覚まして目を開ける。そこはいつもと同じ教室だった。え、委員長もしかして膝枕してくれてる。まだ授業中よ、
授業中かい。あれ海王途中に呼び止められたのに授業中の話になってる。俺としたことが深く。黒板の前では綾瀬先生が赤服について熱弁を振るっている。いいか、赤服だけは食うんじゃない。なぜならばあれは人を闇へと落とす。まだ話してる。悪魔の食べ物なんだ。いいか、外見は赤だ。それは何かと言われれば血を連想させる赤だ。あ、終わった。なんかの熱弁が入ったな。無駄に無駄に選択肢てかウィンドウつい映したのにな。それは何でもない、いつもの授業風景だった。いつもこんなこと話してるんですか、あの先生。そして黒まだ話してるわ。まだ話しとるわ。あれは赤と黒による悪魔へと誘う最悪の食べ物なんだ。悪魔地味で食べ物があるってことしかわからんわ。ああ、さっきまでのは全て夢だったんだな。ナロと安堵したとき。なはははは。火災報知器の音か、これは。ほんまに。使徒でも攻めてきたんじゃないかって、お前。ここネルフか。ここネルフなんか。パターン青か。パターン青、使徒ですか。おそらく違うだろう。違うのか。え、何が攻めてきたん。まあ待て、時期に放送が入る。なんでお前そんな冷静でおるんや。放送。しばらく待つと黒薙の言った通り校内放送が入った。魔力警報。魔力警報。魔法少女が浅門商店街に出現。もう一度繰り返す。魔力警報ってなんだよ。とうとう黒ゲーム魔力とかいう魔法的な力出てきたよ。よう、もう来やがったのか。早すぎる。まいった。魔力中和フィールド実装が未完全なのに。なあハルカ、これは何の冗談だ。何って、魔法少女だよ。街が危ないんだよハルちゃん。だからこそ我々が何とかするんだ。ハルちゃんとか呼んでるんや。お前らも魔法少女に変身するんか。際どい服装になるんか。変身中体は全裸になるんか。ハルちゃん。そうだね、シーちゃん。みんな軽い読み方、軽い。シーちゃん。ちょっと待て、この二人どんな関係だよ。朝階段だ。さとうとう発信する時が来たというのか。学園勇者朝階段。雷神王か、それ雷神王か。見たことあるぞ、勇者シリーズのロボットの一つ雷神王でないか。お前主人公の声がポケモンのサトシと一緒。あ、朝階段って何ですか。みんな覚悟はいいか。朝階段初出動だぞ。この後に及んでおじけづく生徒なんて綾瀬クラスには一人だっていないわよ。そうだよな。なんかすごい爽やかなものになってきている。いや、上級が飲み込めない生徒が約1名いるんだが、そうこうしているうちに教団の一部が開き、そこからデンジャーっぽそうなスイッチがせり上がってくる。目覚めよ学園勇者朝階段。ロボットモノの主人公みたいな声出してるよ、綾瀬先生が。綾瀬先生はそのスイッチを思いっきり叩くようにして押す。乱暴に扱わないでください、壊れます。すると地響きとともに教室台の真ん中が割れる。そしてそれがまた中心から割れて動き、それがまたという具合に教室台が変動し始める。それだけではない、窓も脇から分厚いガラスが出てきて二重になった。そんな感じで校舎全体が大変形を始めたのだ。ああ、なんか一昔前にこんな作品見たことあるぞ。うろ覚えだけど、確かこの後校舎が巨大ロボになるんだよな。朝門学園が変形して完成する巨大ロボこそが学園勇者朝階段なのだ。そこで黒薙が説明口調でそんなことを言ってくれる。身長40メートル、体
体育館キャノンで敵を撃つ正義のスーパーロボット、それが学園住職。うわー、ガタンと全体が激しく揺れた。どうしたんですか先生。ちょっとコメディ的な BGM になってきましたけど、どうしたんですか。胸部と胴部の接続ミスだ。接続口の寸法が合ってなかったんだよ。設計者出てこい。腕部分も内部で詰まって伸ばせないみたい。雑やな作り方が。うわ、どうして頭部が股間から出てくんの。アホだろ。アホだろ作った人。これは完璧な設計ミスだな。やっぱり二流重工に工事頼んだのがいけなかったのか。いや、信頼できるところに頼めよ。そこは魔法少女という危機に召したんだろうが。いや、魔法少女相手にロボットで戦うってなんかあれやな。こっちが悪役の組織みたいな感じになってるけどな。だから私は言ったんですよ、お金はかかってもやっぱり一流重工に依頼しましょう。やめろ、リアリティあるところ見せるな。リアリティあるところ見せるな。お金かけずに変なとこやったらこういうことになりました、やっぱり一流のところに頼めばよかったんですよみたいなリアルなところ見せるな。金が足りなかったんだ。でもほら、工事から半年以内なら不具合出ても直してくれるって契約書に書いてあるし。絶対すっぽかされるわそれ。それ以前にまともに動作しない時点で問題でしょうが。ごめん。そんなことより、なんかこの教室も傾いてないか。そういえば、結局朝カイダーはその勇姿を披露することもなく、後には変形し損なったいびつな校舎というか河川瓦礫群が残った。くそー、あ、こういう無駄で出てきた。誰がこんなことを。テスト動作なしでぶっつけ本番で変形させるのもどうかと思うが、正直二流重工に頼んだ先生に一番の原因があると思うんだが。魔法少女の脅威なんだね。魔法の魔物陣も出てきてなかったけどな、今のシーンに。なあ、違う、それだけは絶対に違うと言い切れる。学園勇者アサカイダーも倒すとは相当のやり手だな。魔法少女ラディカルサッチ、名前が微妙やな。ラディカルサッチというわけで俺たちはもうダメだ。高崎、お前が奴を止めてくれ。責任押し付けるのはやめてもらえませんか。俺関係ないです。お、俺、ああ、単独でラディカルサッチと渡り合えるのはお前しかいない。頼んだぞ、メストカット。なんかごっつ戦力高い人間だと扱えてるぞ。その名前を出されると。よし、このネストカズトに任せろ。なぜ乗るんだ、なぜ乗るんだこの流れに。俺は意味もなくクルナギと熱い瞳を見交わす。よく言ってくれた、これを使え。クルナギは俺に何かを投げて起こす。それは自転車の鍵。あー出たな、久しぶりに。ああ、それがただの鍵じゃないぞ。クリフォーの決戦用自転車村田号の鍵だぞ。どうどう村田号の力が発揮される時か。村田子、ああそうなのあった気がするぞ。さあ鍵を頭の上に掲げて叫ぶんだ。あ、こうなりゃもうやけだ、何でもやってやろうじゃないか。村田子カームヒア。叫ぶと瓦礫の山から1キロ自転車がこちらに向かって走ってくる。Gガンダムや、Gガンダムみたいなシステムつってるこの自転車。その違法改造された機体こそが村田号。こんなんだったんやな。あ、こんなんだったな。そういやパンダついてるわ。こんなパンダついとったっけ。行け、熱をカット。ラディカルタッチを止められるのはお前しかいない。そんな黒田木の声を背に俺は朝門商店街に向かって走り出した。あ、喉から日常風景広がってますけどね。というわけで、あっという間に商店街に着いた。人々はすでに避難した後らしく、誰もいない。緊張感のかけらもない BGM やな。だが、間違いなく
この商店街の中にラディカルサッチーが潜んでいるのだ。よし、センサーだ。ハードル付近のケーキを適当にいじる。すると前かごの旧式ラジオのアンテナが伸びる。おお、マジでセンサーあったんだ、感激。そしてラジオから捜索結果が音声として流れてくる。何の情報だよ、いらん情報くれるな。なるほど、分かったぜ。ラディカルサッチの待ち構えてる場所は商店街で一番高いビルだ。今の情報で何が分かったんや、ね、今の情報でどうしてそれが分かったんや。俺はケーキを一つを見る。それは時計になっている。え、畜生、あと10分で3時のおやつの時間じゃないか。お前おかしい、お茶菓子に渋いお茶で一服するのが正しい過ごし方なのに。ちなみに俺の好きなお茶菓子はモナカである。かじると歯に張り付くから嫌だとか言うな。まあそれは今はどうでもいいが、そんなことでもはや異国の猶予もない。急ぐぜ村田号。キーン、俺はギアを一番上まで押し上げる。すると後輪近くの大砲が火を吹く。そう、それこそが村田号ロケットダッシュモードだ。待てろよラディカルサッチ。ラディカルサッチどんな感じの見た目なのかな。あっという間にビルの前まで着く。やつはおそらく最上階、いや屋上だな。いちいち登っている時間はない。そして何より次の日に筋肉痛になるのも怖い。というわけで俺は奥の手を使うことにした。村田号フライングダッシュモード飛ぶんかい。俺は分かりやすいように先見ながらハンドル付近のスイッチを押す。するとサドル付近の普段は傘立てに使用しているスペースから細長い筒のようなものが出てくる。そしてそこからさらに出てきたのはビニール製の傘だった。あー便利。でもね、傘差し運転はダメなんだよ。一体筒の意味は何だと、などと突っ込んではいけない。だってさ、やたらとギミックが積んであるとかっこいいだろ。風圧で傘が開く。しかも傘の部分に特殊合金を使われているためコウモリ傘状態にならない優れものだと今俺が決めた。お前が決めるなら決定権はお前にはない。前かごから風車が出てくる。それが激しく回転する。よし、この風力ならいける。ま、俺は全力を浮かせながら壁に向かって走る。そして前輪が壁につく。その瞬間、フライングダッシュ、俺が叫ぶと再び後輪の筒が火物を散らす。そしてそのまま壁を垂直に走って上へと上へと上がっていく。そんなゲートができるだ村田豪華廃某廃校廃館校のおっさんくらいだろう。マリオってそんなことできたっけ。そう、俺は今自然法則を超えている。そしてあっという間に屋上へと着いた。なんか学校の屋上とすごい似たんですけど、わあワイドガチボンの魔法少女できたし、あ、なんか千里に似とるな。髪型がツインテールとはいえ千里に近いな。あとおっぱいでけえな。魔法少女おっぱいでかないといけねえよな。いけねえよ。そこには赤い髪の魔法少女がいた。ようこそ、私が魔法少女ラディカルサッチー。千里だろ、千里ってあるやんよみたいな。いや、メッセージせめてさ、これもサッチーとかにとけばいいのに、千里ってあるもんな、普通に。隠す気ないもんな、ゲーム側が。あと、千里、お前、そんなにおっぱい大きかったんか、お前。最近、いつも体操着でよくわからんかったけどさ。なあ、千里。そんな格好して恥ずかしくない。出たー、カズト君必殺、精神攻めだ。さすがだな。それでこそコスプレイヤー。コスプレイヤーだったんじゃ。さあ、どっちが本当の魔法少女か勝負よ。魔法少女マジカルカズヤちゃん。いや、魔法少女じゃねえし、てか少女じゃねえし、そもそも本物の魔法少女って俺が本物だったらマジでイカれてるからな、お前。カズヤちゃん言うな。そして誰が魔法少女か。いつぞやか魔法少女のコスプレしてなかった。いや、させられてたんです。あったな、
あったけど、それさせられてたんです。そんなこともあった気がする。院長のせいでな。そんなことを忘れろ。今の俺は熱走カットだ。つまんないの。うるせえ、黙れ。つまんなくていいの。行くぞ。そうして、改造自転車対魔法少女というなんとも珍妙な対決が始まったのだった。絶対視聴率 3% ぐらいやわ。 3% も見る人おるんやな。ラディカルシュート。シサトが、魔法の杖らしきものを振ると空中に木の塊のようなものができて、それが俺に向かって襲いかかってくる。俺はそれをかわしつつ隙が埋まるのを待つ。機団は、屋上のいろいろな場所に激突してコンクリートを爆風とともに巻き上げていく。クラマは逃げ続けては足場が崩れてどんどんとこちらがフリーになっていく。よーし、一か八かだ。逃げ回ることしかできないみたいね。俺はどうかな。俺は機団を避けつつ間合いを詰める。そしてペットボトルロケット発射。ハンドル付近のボタンの一つを連打する。すると後ろの荷台に備え付けられている箱が開く。そしてそこからペットボトルロケットが何発か発射される。これはただのペットボトルロケットではない。コンクリートくらいなら軽く粉砕するくらいにカスタムされた強化型ペットボトルロケット、いやペットボトルミサイルなのだ。ペットボトルどんな材質でできてんの。ほんまにペットボトルかそれ。千里はおそらく魔力の乗った杖でミサイルを必死に切り払っている。隙が見えたぜ。今だ、バーニングダッシュモード。俺はハンドルを上に押し上げる。するとタイヤからはフィボラが散り速度が異常加速される。火花は炎となり、いつしか機体全体が炎に包まれていた。俺はそのまま千里に向かって突っ込む。村田号を、そして熱走カズトを舐めんなよ。嘘、防げない。熱走だ。ホローと千里の魔力がぶつかった瞬間、あたりは激しい閃光に包まれた。それはとても激しく、すべてが真っ白になってしまうくらいに、そう、すべてが。高崎くん、あ、起きなさいってば。今度こそ院長が膝枕をしてくれていると信じて。はい、してくれてませんでした。机ですよね。はい、分かってました。俺はまだ眠い頭を必死に呼び覚まして目を開ける。そこはいつもと同じ教室だった。まだ授業中よ。高崎くんが居眠りなんてらしくない。おいとしたことが深く、なんか同じような展開になってる。いいか、赤服だけは食うんじゃない。いやお前さっきも話しよっただろ。お前あれを食いすぎると腹を壊すから。またか、また長々と話し続きを感じになってるよ。お前響くな、俺の心の中に響かせるな。聞いたのは夢の中なのか現実なのかわからないが、いつぞやかの千里の言葉が不意に蘇る。だけど腹壊して。先生何言ってんの。ひょっとしてさっきまでの世界は似て非なる世界で実際に起こったことで、それを俺は夢として疑似体験したのかもしれない。1週間ぐらい確証なんてない。だけどそう考えるとなんだか面白いじゃないか。わかったな。わかりません。でももしもそうだとしたら、この世界は戻る世界なのか、それともまた夢の続きなのだろうか。なあ黒なぎ、この学校って巨大ロボに変形しないよな。何言ってんだお前。ああ黒なぎに一番言われたくない言葉を言われてしまった。いや何でもない、忘れてくれ。はは、
そうだよな。何を考えてるんだ、俺は。あ、ただ、居眠りをして変な夢を見た。それだけじゃないか。あ、相当眠けてるな。俺、プルート。起こしてくれ、プルート。あ、なるほど、苦笑いをして授業に集中しようとしたとき。今度こそ使徒が来た。突然、火災報知機が鳴り響いた。か、火事か？いや、おそらく違う。また？え？まあ待て。今度はなんだ？時期に放送が入る。ああ！またエンジンクに持ち込まれた。